猛進、北海道の体当たりバラエティブギウギ専務。 DVD 第19弾となる最新作は、番組の過酷路線の原点ともいえる2009年放送の伝説ミッション。あなたのお正月はどこですか？ちょっと待って、見た答えがミチルで、上杉専務母校への道。ブギウギ専務の殿下の宝刀、母校への道。道行く人の出身校を訪ねては、実際にその学校を訪問するというルールで、自らの母校を目指す放浪企画だ。そんな無理難題に挑むのは、北海道で専務といえばこの男、上杉専務こと上杉修太。こんばんは。すいません、お忙しいところ。母校札幌市立新小谷南小学校の卒業生を探し、北海道を西へ東へ飛ばされまくる。一寸先はどこへ行くかもわからない、まさに終わりなき放浪の果てに。おお、札幌、札幌来た。この度最大のチャンスが。よーし、すんごいな、ビバホーム。すんごいぞ、ビバホーム。と、おなじみの名曲が爆誕した母校への道の聖地ともいえるホームセンターで、行きます。粘りに粘った末に、おお、やったー、やったー、やったー、やっ、ついに夢にまで見た奇跡の瞬間が。ありがとう。しかし、母校への道で不正があったんではないかと。ちょっと待って、不正なんてないよ。母校への道にまさかの不正疑惑が。問題となっている現場です。違ったらダメじゃないですか。大したことじゃないですよ。これ向こうです、向こうです。向こう、ちょっと待って、全てが白紙に戻る前代未聞の大失態。専務は一体何をやらかしてしまったのか。そして、いやー、専務ふっとりますな。いやいや、ふっとります。あ、皆さんどうも、ワクチンでございます。いやいやいや、相変わらず声でけえな。でかいも何もないでしょ。私はマイクがないのよ、これマイクをね、ないんだから貼らなきゃ乗らないでしょ。撮り下ろし特典映像は、初代相棒を従えての母校への道幼稚園編。怪しいな。やべ、ワクチン係長、番組を離れて以来実に13年ぶりのロケ。おい、あ、危ねえな。一緒に来てよ。強っ。もう不審者ったらないよ、もう。全身タイツのピンクの怪人が野に放たれる令和の時代にそぐわない人道中は、うわいきなり大チャンスが訪れる予想外の展開に。もうこれ特定像、本編より先にゴールしちゃおう。追い越すか。そうそう、本編追い越しちゃおうよ。そうですね。そうしましょう、そうしましょう。その感じで行くんだよ。と、本編も特典映像も丸ごと母校への道。平成と令和、2つの時代をまたいでもなお理不尽な運命に翻弄される男の激闘を収めた DVD は3月13日発売。